選手の活躍を期待するサポーターたちの声援がこのスタジアムを覆い尽くしています。この時間はジブラルタル対ラトビア、こちらをご覧いただきます。コンディションですが、こちら現地は晴れております。今日のナイトゲーム、このゲームの解説はおなじみ元日本代表ミッドフィルダー北ミドルビーズボール裏を狙う、渡ります、中央頭さあこぼれたところを押し込む、さあファーストハーフ最初のコーナーキックになります。ラトビアヘディング、うわうわ、ジブラルタル、ここはクロスはフリーでしたけどね、ちょっと抑えが効かなかったですね。ラトビア決定的なチャンスを収めることができませんでした。スルーパス、ボールが収まる、ここかわす、うわまだる、ここ拾って次につなげたいジブラルタル、ここは通しません。さあカウンターのチャンスになります。チャンスを演出できるか、スルーパスを出す、シュート、ラトビアはコーナーキック2本目、頭だ、いやこれよく止めましたね。そうですね、難しいボールでしたけどもね、いやよく止めましたね。ラトビアチャンスを迎えたシーンがありました。ロングフィードで狙う、コーナーキック、さあ一気にカウンター、ボールのどこのパス、シュート、スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。タイミングのいい浮き球パスでしたよね、完全に空間を支配しましたけどもね。ジブラルタル、今のは攻守が一転して逆に危なかったですね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね、常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ここで前を向けるか、裏のスペースを狙う、シュート、ジブラルタルチャンス、ディフェンダーに寄せられながらのシュートを放ったんですが、しっかりと決めてきました。ボディバランスですよね、体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、これがゴールを生み出しましたよね。さあジブラルタル1対0先制しています。とにかく点が動きましたので、はい、ここからさらにヒートアップしていくんじゃないでしょうかね。そうですね、シュート、素早いシュートモーションでゴールを狙ってきました。シュート打つまでのリズムが非常に速いですよね、あのスピードでこれだけ鋭いシュートが打てるっていうのは素晴らしいですよね。大きく縦へ、スルーパス、ここで受ける、ボール入るか、チャンスになる、おっとシュート、
ちょっとミートが足りないというシュートでした。奪ってからすごい攻撃ですよね。ゴールを目指すというね、そういった意思が感じられますよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよ。するぞ、なんと止めた。まあクリアが精一杯でしたね。カウンターを仕掛けていきます。アーチのようなパス。レフリー、ファーストハーフ終了のホイッスル。15分間のブレイクに入ります。前半終え1対0。さあまずは前半が終わりました。ラトビアとしては試合の中で少しずつ相手にペースを持っていかれてしまいましたよね。まあここで一旦途切れるわけですから、しっかりと立て直して後半に挑んでいきたいですね。ジブラルタル対ラトビア。それでは引き続きゲームをお楽しみください。では後半見ていきましょう。ラトビアとしては早めにペースを掴んでいくためにも、この立ち上がりをどう過ごすか重要になってきますよね。そうですね。ボールがつながる。ラトビア、これは奪い返す。シュート。ラトビアは4本目のコーナーキックです。縦へのボール。来た。ミドル。おお。ゴール。ラトビア。いやー素晴らしい。ここでスコアをフラットに。いいですね。この展開はファンも燃えますね。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。いいカウンターでしたね。前線は常に狙っていないとこの動き出しはできないですからね。さらにチーム全体のスイッチの入り方もここぞという瞬間でしたよね。ラトビア、ここで追いつきました。一旦仕切り直しですね、はい、得点上は5分。精神的には追いついた側の方が若干有利な面があるかもしれませんけど、ちょっと展開読めなくなってしまいましたね、はい、長いボール縦へ。さあカウンタースピードを上げたいところ。スペースを狙った。このパスを防ぎます。裏へ届くか。これはどうだ。これをカットします。長いボールを送ります。カウンターを仕掛けます。さあどうする。裏へのスルーパス。シュート。クリア。このピンチをなんとか脱します。いい攻撃でしたけどもね、まだ時間ありますから、この試合どうなるか分かりませんね。スルーパスを狙う。飛び出して前線へ蹴り出します。ジブラルタルがここで選手を変えるようです。さあジブラルタル、2人の選手を入れ替えます。いいとこまで攻めたんですけどもね、この終盤での攻め合いは最後まで目が離せませんね。ホーム側としては時間ないですからね、ここはシンプルな攻撃でもいいと思いますけどもね。縦へのボール。
さあここでカウンター、スペースを狙う、さあ来たか、素晴らしい、どうだこのシュート、いやートラソー、いやーこれなんというゴールだー、いやーもう言葉がありません、いやーすごい、いやー見入ってしまうような美しいカウンターでしたね。そうですね、今のカウンターの精度も素晴らしいんですけども、やはり後ろがしっかりしているんで非常にスムーズに前線に飛び出していけることができるんですよね。守備あってのカウンターっていうのが選手たちに浸透してますからね。先ほど投入されたばかりですが、早くも監督の期待に応えました。いや監督見事な采配でしたよね。選手としても交代直後に決めることができたので、ここからいい形で試合に入っていけるでしょうね。ジブラルタルが最後の交代は主審上を口に加えて、今試合終了です。2対1、ラトビア逆転で試合に決着をつけました、勝利です。しかし北澤さん、最後まで全くわからない試合展開となりました。いや終わり間際で見せてくれましたね。笛が吹かれるまで諦めない、やはりこの気持ちを最後まで持てたかどうかってことですよね。そうですね、ありがとうございます。さあ皆様お別れの時間となります。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。いえどうもありがとうございました。ラトビアが逆転で試合をものにしています。